っき言ってたそのだんだん年々いくことに布が減っていくみたいな、はい、どういう減り方なんですか。まあ、最初は普通の水着じゃないですか、言ったらビキニみたいな。もうなんか若い子はいいんですよ、もう普通のビキニで海でこうやってやってるだけで、うん、ただちょっと20代とかやっぱ20代後半になってくるとちょっとなんか着エドじゃないけど、うんうん、着エドっぽくなってくるんですよ。なんかこのぐらいの布でちょっとなんだろう、お風呂場とかで飴とか舐め始めたりチュッパチャップスとかからなんか長い棒の飴になっちゃったりなんかまだバランス棒でポンポンぐらいは可愛いんですよ。なるほど、まだ可愛い、絡みないけど AV やみたいなこと。そう、なんかあのよくイメージビデオで男の人がこう胸をこう触ってるように見えるじゃないですか、あれ、うん、あのメイクさんの手なんですよ。で女の人なんですよ、あの手ってグラビアアイドルがよく触られてる手ってちょっと男っぽい多分手の女の人が触ってくれてるんですけど、なんかこれもちょっと意味わかんないじゃないですか、この触るのもなんかあのちょっと別に触んなくていいじゃないですか、その若ければ触んなくていいんですよ。若ければ海ではしゃいでればいいんですけど、10代だったら、まあ、その当初彼氏が好きだったグラビアの子も高校生だったんですよ。高校生でめっちゃもうあのすごい子だったんでめっちゃ流行ってた子だったんで、まあ、その時私も22とかなんで、22でも普通に若いんですけど、やっぱり高校生と比べたら、まあね、やっぱり高校生の H カップと比べたらちょっと、ね、やっぱり布もちっちゃくなってくるし、お風呂場でなんかローションじゃないけど、なんかローションと泡の間みたいな、なんかよくかぶってなんかぶるってなんかつけられてやったりとか、あちょっときついなってなって、そこどん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 だからそのAV 的シチュエーションな雰囲気の撮影が増えてくるんですね。なんかちょっと下品ギリギリっていうのはほぼなんかネタです。だってここに私サスペンダーじゃないですか、うんうん、でこう乳首のところにこうなんかワッペン貼ってサスペンダー着て、うんうん、あのなんかバスケしてました茹でるじゃないですか意味わかんないですか、普通に考えて。しかも表紙です、それ。それ表紙？表紙です。DVD に表紙です。ネタ。セクシー女優さんになりたいわけじゃないですもんね。まあそうですね。なりたかったらあれだけど。まあまあ、うん。まあ、ちょっとまああんまり、そんな露出はしたいわけではないというか。まあ、まあ、やっぱりちょっと現実は、ちょっと甘くないというか。まあね、まあなんかそっからグラビアからちょっとね、わかんないですけど、めぐみさんとか、うんうん、小池栄子さんじゃないですけど、うんうん、ちょっとなんか、いろんな仕事になった、なってったらいいなぐらいの感覚で始めたんで、うんうん、けどやっぱり思ったより仕事が、なんか、撮影会メインだったりとか、うんうんうん、秋葉原のなんかチャットメインだったりとか、うんうん、なんかちょっと違うなと思って、これをずっともうやってたら、派生していくことはないなって思って、やめたんですよね。それ事務所ごと？でも事務所でやりました。なるほど。アイドルのきっかけ。でもその事務所の人とはもう今でもいい関係で、うんうん、今でももうあれですね、普通にたまに、ほんとたまに集まってご飯食べたりするぐらい全然もういい関係なんですけど、うん、あそうか、普通に事務所と関係が悪くなったというより単純にそのグラビアアイドルっていう道に限界を感じたってことですね。あ、そうですよ。事務所は全然、はい、悪徳とかじゃないんで